佐賀県の山口知事は今日の会見で、国民民主党が求めるいわゆる年収103万円の壁を上限の178万円に引き上げた場合、年間72億円の減収となる試算を示しました。到底、その予算上、組み立てられない額なので、まあ、そんなところに落ち着くとは思っていませんけれども、公共の仕事って何なんだろうねって、 いいいうこととをもっと国民みんなで議論したらいいのになって私は思っていてい山口知事は103万円の壁によって働くのを控えるのは課題、手取りが増えるシステムについては賛成とした上で、税金で納める額が減るのはどうかと思う、大きな議論をしてほしいと注文をつけました。